動画の撮ってます。で、初めて、360度カメラを導入して購入したんですけれども、これはイースター360-1X2 っていう機種になります。で、まあ、ここまで来るのに結構実は大変だったんですね。で、何せマニュアルとかないので、いろいろ YouTube からいろいろ情報を取って、その編集ソフトとかアプリの使い方とか、そのカメラ本体の使い方とか、まあ、全て情報を取っていかなきゃいけなかったんですね。で、まあ、パソコンが使えるかとかですね、あとパソコンも自分も古いパソコンなんで動くのかとか、あとそのハードディスクが足りるのかとかですね、まあ、さまざまな不安があったんですけれども、まあ、現状のやり方で、まあ、一応その例えば外付けハードディスクにデータを移したりして、ギガ数を上げて、かけたりですね、いろいろやって、まあ、今やっと自転車で支え動画を撮れるようになりました。まあ、また一つ一つのじゃあその自転車のマウントがどうだったとか、いろいろ細かい話はまた別の動画にしたいと思いますけれども、まあ、今日ちゃんとこういった形で、360度カメラでどんな感じで撮れてるのかなっていうのが、まあ、とっても楽しみであります。で、またそうですね、いろいろちょっとできることを、今日できることをちょっと試して、まあ、いろんな動画を撮れたらと思いますので、最後までご視聴いただければと思います。ここは善福寺が緑地っていうことで、あっちの近くではあって、まあ、そういう意味ではよく来るんですけれども、まあ本当四季折々桜、あと紅葉、とっても楽しめる公園です。で、特に桜がですね、本当に素晴らしくて、多くの人がここを訪れます。そうですね、ここ広場もあって、それでそこでデイキャンプみたいな、まあ、デイキャンプといってもテント張って寝っ転がるぐらいですけど、そういうこともできたりします。ここ右曲がるとそうなんですけれども、やっぱり通行人も多いんで、今日はこの右手ですね、この辺
ちょっと広場が広がってたりします。今日はこのままあの和田堀公園の方まで行きたいと思います。和田堀公園って言ってもすぐ近くなんですけど、まあ、カワセミがいたりして、まあ、杉並、おそらくあの東京の中でも最もあの緑が多いこの辺り全部こちら和田堀エリアだというふうに思っています。あのタクシーの運転手の人が昔言ってましたけれども、まあ、この辺り来るとですね、空気がもう変わると、綺麗になるということを言ってたのがすごく印象的です。まあ、すごい飛行機雲が出てますね。もう5日近いとですね、